Hello. もう一度一つ全員拍手で再企画に参りたいと思います。ありがとうございます。決定をいたします。短道第25回臨時大会は4月18日、藤林斡旋案を拒否することを決めました。大牟田四ツ山観光住宅は有明海を石炭のボタで埋めた上に建っている。整然と並んだ2階建ての木造なのが炭鉱労働者とその家族たちの生活の場である。三池炭鉱の葬儀は昨年12月労働者1200人の指名解雇によって始まった。解雇状は40年もこの山に働き続けた老いた甲府のもとへも舞い込んだ。ちょうどその時は主人がおらんやったですもん。私も覚悟はしておりましたけどですね、びっくりしました。なんかこう人生が終わりましたっていうことは寂しい気持ちでですね。6人の子供を抱えてこれから先どうして行けばよいのか、そんな土壇場に追い詰められた妻の不安な心、葬儀は激しく深刻になった。組合は分裂した。乱闘、流れる血、混乱の中で一人の労働者が暴力団の合口に倒れた。もともと葬儀とは何の関わりもないはずのヤクザが労働者のピケに殴り込む。あなたの担架で運ばれたコンクリートの道の上には労働者の赤石が夕闇の中にどこまでもどこまでも続いておりました。私たちの行く道を正しく示しているかのように。暴力団に刺さるなんてあんまりです。会社も私は本当にあんまりだと思います。私は本当に何にもしてできる労働者ですよ。その妻の悲しみと憤り、心の傷の痛みを一体誰に訴えたらよいというのだろう。大人同士の戦い、警官隊の鉄兜、ピケ隊のスクラム、それらを子供たちも目の前で見た。その荒々しさは彼らの幼い胸にどのような影響を与えたであろうか。大きくなったら何になりたい？野球選手。いや、あんたこれや。まだ。野球選手。三井炭鉱に行ってもらいたくない。もう、そんなの、コリコリ。コリコリ。まだこんな、父や兄たちが働く山では、もう働きたくないという子供たち。夫を奪われ傷つけられた妻の悲しみ。しかし一人の中年の労働者はこう語っていた。どんなに抑えつけられても、なんか道端のその雑草はですね、いつかまた芽を吹いてくる。同じように労働者が虐げられ虐げられ抵抗心が強くなってしまう。三池炭鉱、その巨大な煙突は今日も黙々と煙を吐き続け、ぽっかりと大きく口を開いた坑道は有明海の底深くへと広がっていく。
それでは続いてスポーツメモ。あと15メートルに入りました。力強い泳ぎであります。あと5メートルに入りました。田中いい泳ぎであります。田中拍手が沸き起こりました。あと2メートル、今ゴールインであります。東京都屋内プールで女子200背泳ぎに世界記録を出した田中さと子さんはケロリとして、ちょっとね、あの時計が見えるからさ、見たもん。あ、見たの、泳いでる最中、見えるもん。あ、そうです。そしてどうでした？うん、まあ、まあまあと思ったからさ、最後ちょっと飛ばしただけ。フランス演劇界の第一人者ジャン・ルイ・バローは一行34人とともに4月17日羽田に着き、およそ20日間各地で公演しました。メッシュ、au nom de mes camarades、je tiens à vous dire et au nom de Madeleine Renaud et de mon nom。また映画史上空前の大作といわれるベンハーの主演俳優チャールトン・ヘストンも3月末に来日、日本語で挨拶しました。ベンハーを温かく迎えていただけますならば、私は本当に嬉しく思います。ご清聴を感謝します。